ウクライナ首都への攻撃、ロシアが多大な労力をかける理由は。ウクライナ当局者の推計によれば、28日未明にキーウに対して行われた攻撃で、ロシアはドローン、無人機50機余りを送り込んだ。市当局によれば、ドローンの大部分は防空システムによって破壊され、死傷者や損害も最小限に抑えられた模様だ。それでは、なぜロシアは見返りが限られる中でも攻撃にこれほどの労力をつぎ込むのだろうか。一つにはイラン製のドローンシャヘドがキーウに対して何らかの苦痛を与えるのに安価な方法だということだ。キーウは昨年の大部分ロシアによる侵攻の影響を免れていた。ロシアは数百機のドローンを購入しているが、ドローンの価格はミサイルの20分の1程度に過ぎない。夜間の攻撃では数千人の人々が避難所や地下室に逃げ込む。ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降、キーウで空襲のサイレンが鳴った時間は887時間に及ぶ。歴史的に見て近いのは、第二次世界大戦の末期にナチスドイツが V2 ロケットを使って A 首都ロンドンに対して行った空爆かもしれない。キーウ市は28日に1500年以上前の建都を記念したキーウ市の日を祝う準備を進めていたが、ロシアによる攻撃は偶然ではないだろう。こうした攻撃が行われ、避難と疲れにもかかわらずキーウの人々の姿勢は弱まるどころか強さを増しているようだ。ロシア側がドローンを送り込む目的は、ウクライナの防空能力を疲弊させ、少なくなっている弾薬をドローンに対して使わせることにある可能性が高い。先頃流出した米軍の評価など複数の報告書は、ウクライナの防空システムの重大な弱点に言及している。特に防空システムの主力である地対空ミサイル S-300 のシステムが劣化し、弾薬を見つけることがますます難しくなっているという。ロシアによる毒殺説浮上、ベラルーシの大統領ルカシェンコ氏危篤か。プーチン氏と密談後、モスクワで救急搬送。たびたび健康不安説が浮上していたロシアの隣国ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領がモスクワで救急搬送されたとの情報が駆け巡っている。ベラルーシの野党指導者バレリー・チェプカロ氏が27日 SNS に投稿したとウクライナのメディアが伝えた。ルカシェンコ氏はウラジーミル・プーチン大統領と密室で会談後に急変したため、海外メディアではロシアにとってより従順な指導者にすげ替えるための毒殺説も浮上している。危機的と判断され対応するため専門医が派遣された。ゼプカロ氏はルカシェンコ氏の状況をこう伝えた。ただ、さらに確認が必要と説明し、信憑性は不明だ。ルカシェンコ氏は30年近く権力を握り、欧州最後の独裁者と呼ばれる。欧米とロシアの中間に位置する地理的特性を生かし、米欧とロシアを競わせて双方から利益を引き出してきた。しかし、2020年の大統領選では、ルカシェンコ氏圧勝との政権側の発表に対して起きた開票不正を訴える大規模デモを鎮圧するため、ルカシェンコ氏はプーチン氏の支援を受けた。このため米欧との関係が極度に悪化。その後ロシアとの関係を強化し、今月にはロシアの戦術核兵器のベラルーシへの配備受け入れで正式合意した。国際社会で孤立を深めるプーチン氏にとって盟友ともいえるルカシェンコ氏だが、今年に入ってからはたびたび体調の不調が指摘されてきた。ルカシェンコ氏は今月9日にモスクワで行われたロシアの戦勝記念日の式典に右手に包帯が巻かれた状態で出席した。パレードではわずか約300メートルの距離を小型車で移動し、夕食会を欠席した。ベラルーシに帰国した後も主要行事を欠席しており、
心臓に疾患があるのではとの憶測が飛び出していた。一方で、ロシアによる暗殺説も消えない。ベラルーシは昨年2月に始まったウクライナ侵略でロシア軍の進撃拠点の一つとなったものの、ルカシェンコ氏は挑発を受けない限り参戦しないと主張した。ロシアとの関係についてもベラルーシの主権は維持するとしており、プーチン氏にとってルカシェンコ氏は決して都合のいいリーダーではなかった。 A 氏デイリーメール電子版は28日、より従順な指導者を求めているロシアの特務機関によって毒殺されたとの憶測があると伝えた。ウクライナ軍、ロシア軍のイラン製軍事ドローン59機の過去最大規模奇襲で新記録更新、58機破壊。ゼレンスキー大統領、過去最大規模のドローン攻撃。2023年5月29日にウクライナ軍はロシア軍が攻撃に使用しているイラン製軍事ドローンシャハド136-59機が奇襲を仕掛けてきて、そのうち58機を迎撃して破壊したことを公式 SNS で報告していた。1回の攻撃で58機の撃破はロシア軍が侵攻してきてから一番多く新記録を達成したとウクライナ軍は公式 SNS で伝えている。ウクライナのレズニコフ国防相によると、ここ3日ロシア軍によるイラン製軍事ドローンシャハドでの奇襲は続いており、ウクライナ軍は徹底的に迎撃をしている。またゼレンスキー大統領は、今回のロシア軍によるドローン攻撃は過去最大規模で、首都キーウ周辺で36機のドローンを撃墜したと動画で伝えている。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。2022年10月からロシア軍はミサイルとイラン政府が提供した標的に向かって突っ込んでいき爆発する、いわゆる神風ドローンのシャハド136、シャハド131で首都キーウを攻撃して、国際人道法、武力紛争法の軍事目標主義を無視して軍事施設ではない民間の建物に攻撃を行っている。一般市民の犠牲者も出ている。毎日立て続けにロシア軍はイラン製軍事ドローンシャハド136とシャハド131を大量に投入してウクライナ全土に攻撃を行っていた。ウクライナ軍では公式 SNS でロシア軍の様々な攻撃を迎撃したりすると報告しているが、全ての迎撃を報告しているわけではない。ロシア軍のミサイル攻撃を迎撃したり戦車を破壊したりすることは日常茶飯事だが、毎回報告することはほとんどない。だがイラン製軍事ドローンシャハドを迎撃して破壊すると公式 SNS で報告することが多い。ロシア軍では立て続けにイラン製軍事ドローンシャハドを使用してウクライナの軍事施設や民間インフラなどを攻撃している。特に深夜や早朝に大量のシャハドで奇襲を行うことが多い。そのようなロシア軍のイラン製軍事ドローンシャハドでの攻撃に対して、ウクライナ軍では移動式ドローン迎撃車などを作り、機関銃や地対空ミサイルで迎撃して破壊している。ミサイルやドローンを探知すると警報が鳴り、その場にドローン迎撃車が向かっていき迎撃して破壊している。それでも今回のロシア軍のドローン奇襲でキーウでは1人死亡、各都市では民間インフラや教育施設、医療機関などが破壊されたと報じられている。このようにロシア軍が使用しているイラン製軍事ドローンシャハドに対してウクライナ軍の反撃能力をアピールしている。反撃能力の維持と懲罰的報復措置、やられたら何倍にもしてやり返すのアピールはロシア軍に対する抑止にもなりうる。